講義終わったぞさっさと起きろ <laughs> めっちゃブルってんのおはようもうみんな帰り始めてるぞ俺たちも帰ろうぜおいおいまた寝ようとすんなって教室に閉じ込められても知らねえからな家に帰ってから寝ろよなほんとてか何でそんな眠いん

ちちげえよ俺が泊まりに行きたいから言ってるんじゃないからな勘違いすんなよまったくんえっとな親がどっちも仕事の関係上帰ってこれないらしいんよ俺も別に一人で大丈夫って言ったんだけどさ心配だからダメへの一点張りでまそういうことだからお前んちに泊まる おもちろんお前のお母さんには許可もらったらしいからなだから今晩はよろしくうんでもほんと久しぶりだなお前んちに泊まりに行くのお小学生ぶりかもなお前んちで一緒にゲームして一緒にご飯食べて一緒にねってん <laughs> 懐かしいな <laughs> ああ 帰るかうん行こうそういやお前家で飼ってる犬えー、っとそうそうそうユキちゃん元気にしてるか <laughs> そっかでもユキちゃん俺にだけは一向に懐く気配ないよな触ろうとすると吠えるし。 俺が怖くて懐かないそれどういうことだよ俺ってそんな怖いのかもう何とか言えよ割と引きずってんだぞユキちゃんに懐かれないことま今日こそは無理やりにでも俺を好いてもらわないとな <laughs> 楽しみだぜ 悪い、ちょっとお手洗い行ってきていいかさっきからずっと我慢してたんだよここで待っててくれていいからさサンキューすぐ戻るお待たせー少し時間かかっちまったあんたたち誰こいつに女友達なんてお礼がいないはずだけど どっか行けだ俺はこいつと帰るとこだったんだけどそっちこそ邪魔だからどっか行ってほら行くぞこいつらに構ってても時間の無駄だ何もされてないなお話してただけって <laughs> お前ってやっぱり鈍感だよな いやだってさあんな状況になったら普通こか <laughs> とにかくめんどくさいことになるからここは逃げるのが得策なんだよっておいおいついてくんなよしつこい女は嫌われるぞそこで止まれいいかそれ以上俺たちを追ってきたらこっちも手段選ばないから。 こいつもあんたたちのことさめんどくさがってるみたいだからそういうことなんでさようならチまだついてくるしほんとしつこいな物分かりのいい人だとよかったんですが残念 もう遅いです。何後ろに引き下がっちゃってんすかまさかビビってんの大丈夫ですよあんたたちに危害を加えるつもりはこれっぽっちもないんでだけどもう俺たちに近づいてこないようにしっかり釘を刺しておかないと。 こいつは俺のもんだ二度と近づいてくんじゃねえほら分かったろ早くどっか行けよ <laughs> あ、ごめんお前をあいつらから引き離すためだったとはいえ急にききキスなんかしちゃって気にしてないあ,あそっかならよかった じゃあさっさと帰ろうぜいろいろ準備しないといけないしさ <laughs> 少しは意識しろよなホン俺だけが意識しているのバカみてえじゃんバカオスのなじみ何でもない早く帰ろう泊まりに行くための荷物整理しないといけないしよしそうと決まれば家までダッシュだ ほら、行くぞ。